カ賞フライヤル芝里回り 2200m に今年は中間等です。3着までに入りますと菊花賞への優先出走権が与えられます。この競争の1着馬のオーナーには明日シーズン車賞が贈呈されます。春の東山で戦ってきた春風が出ての上がり、今年も注目のメンバー揃いました。菊の大輪を目指して3枚のチケットをつかみ取るのはどの馬となりますか。芝のコンディションは良い。今8番コスモキュランダ、10番ヤマニナドコという内では6番エコロバレス収まっていきます。風が今はホームストレッチ向かい風、最後に14番タコワイラリーを進めていって収まりました。ゲートインパートです。スタートしました。まずその前に出てきます。エコロバルスがトップ先頭を取りに行きます。外から10番ヤマニナドコック、前の2頭3番手広がって内から2番カラボディルド、14番タコワイラリーも外から上がっていきました。そして11番のファンジャーも上がっていって800を続々切っています。後ろから2頭